ペンネームこんにゃくさんからいただきました。ありがとうございます。自分は便秘気味だったので逃げずにお昼ご飯にこんにゃくを食べ続けたら便秘が解消され肌ツヤも良くなりました。ついでに会社の同僚にこんにゃくさんというあだ名をつけられました会社が大きいのでほとんど話したことのない人にも覚えてもらえているのであだ名は結構気に入っていますということです。へえ、なんか食べ続けてたものとかありますか？全然苦手とかじゃなくて好きだから食べてんだけど、うんうん、梅干し。あ、言ってましたね梅干し好きって。梅干し好きだから、うんうんうん、毎日一粒は結構食べてるかな。毎日食べてるんですね、うん、結構健康的。酸っぱい方が好きなんでしたっけ？酸っぱい方が好きなの。酸っぱーとなりながら食べるのが好きご飯進むそう、でもすごい、こんにゃくを食べ続けてたらなんか味付けとかしてたのかな。あ、確かに、ね、うん、料理結構難しそうだよね。でもこんにゃくってね、あの、私でもぶっ飛んじる、うん、に入ってるこんにゃくは大好きです、うんうんうん、でもこんにゃくオンリーって結構味付けしないと独特な味するじゃないですか。そう、でも味なかなか染み込みにくいからね、こんにゃくって。そうなんですよ、時間かかる。むずいよ。味がついてたらめっちゃ美味しいけど。おでんのこんにゃく美味しいよね。美味しいです、大好きですはい、すごい、どんな味付けしてたのか気になります。気になります。ありがとうございます。